皆さんこんにちは。先日24日に行われた巨人対ヤクルト戦、この日は先発のグリフィン選手が練習中に頭部に打球を受けるというアクシデントに見舞われ、急遽前倒しで菅野選手が緊急先発をするなど、試合前から巨人はバタバタすることとなってしまいました。試合は序盤は点を奪われるも、その後取り返し逆転勝ち、巨人は2連勝となり、3位の横浜が負けたため順位も3位に浮上、目標となっていた A クラス入りを果たすことができ、ファンも喜びの声を上げていました。そんな前日の巨人対ヤクルトの試合でしたが、あるシーンが物議を醸し話題となっています。それが高津監督の始球に対するリクエストです。一体何があったのでしょうか。そこで今回は物議を醸しているリクエストのシーンと、その理由、実際はどうなのかという見解についてご紹介していきます。延長戦を制し見事勝利を果たした巨人、予告先発のグリフィン投手が試合前練習での頭部への打球直撃で登板を回避するアクシデントが発生し、24日に先発予定だった菅野俊之投手が週5日で志願の緊急登板で先発、7回にオスナ選手にツーランを浴びましたが、緊急登板の中7回6安打3失点の好投でマウンドを降りました。直後の7回裏に巨人が反撃、西から門脇選手の中前打、菅野選手の代打、長野久義選手が一塁内野安打で続き一二塁とし、1番梶谷選手の右前打で門脇選手が生還、坂本勇人選手が死球で西満塁となったところで、3番に入る秋広優斗選手の中前打で2者が帰り、一気に同点に追いつきます。菅野選手は気持ちのこもった投球で1回を三者凡退に抑えましたが、2回に4番村上選手に死球、サンタナ選手に右前打での無視1・3塁からオスナ選手の2ゴロで1点を失います。しかしその後は村上選手、サンタナ選手、オスナ選手、内山選手を4者連続で空振り三振に打ち取るなど、3、4、5、6回を無失点の好投を続けましたが、7回に左前打のサンタナ選手を置いてオスナ選手に左翼スタンドに飛び込む18号ツーランを打たれ、リードを3点に広げられてしまいました。打線は4回に先頭の秋広選手が右中間2塁打、岡本選手が死球で無視1・2塁のチャンスを作ったものの、丸選手が1ゴロ、大城卓三選手が有ゴロ併殺打に倒れ無得点、5・6回も安打で走者を出しましたが、なかなか得点に結びつけられない状況が続いていました。しかしそこから打線は一気に同点に、投手陣も菅野選手の後を受け、8回は高梨雄平投手、9回は菊池大稀投手、延長10回は中川幸太投手が無失点、延長11回から登板したバルドナード選手は先頭の村上選手に中前打、当然の犠打を一塁に悪送球し無視1・2塁とピンチを広げましたが、長岡選手を2ゴロ併殺打、内山選手に死球で西1・3塁としたものの、中村選手を中飛に打ち取り踏ん張ります。そして延長11回、この日3本目の安打となる2塁内野安打で出塁した門脇選手を1塁に置いて、梶谷選手の投手強襲安打をヤクルト坂口選手が1塁へ悪送球、その間に門脇選手が3塁を回って本塁へヘッドスライディングしセーフ、好走塁でサヨナラ勝ちをもぎ取り2連勝を決め3位浮上となりました。試合後原辰徳監督は、やっぱりスピードとパワーはすごいですねと好走塁の門脇選手を称え、同点打の秋広選手にも非常に勝負強さを見せてくれたということですねとコメント、若き力がチームを引っ張る形となりました。このように接戦をものにした巨人、素晴らしい試合を見せてくれましたが、その一方でこの試合で物議を醸すシーンがあり話題となりました。そのシーンとは、坂本選手への死球に対してヤクルトの高津監督がリクエストしたというもの、そのシーンとは7回の巨人の攻撃の時でした。巨人は1対3と追い上げたところで打席に坂本勇人選手が入ります。マウンドにはヤクルト先発の小川康弘投手、フルカウントからの6球目、142キロのボールが坂本選手頭部付近へ、これをとっさに坂本選手は避けますが指にボールが当たります。主審が坂本選手に当たったかどうかを確認し、坂本選手は1塁へ。しかし高津慎吾監督はここでリクエストを要求します。おそらくバットに当たったのか手に当たったのかを確認したかったと思われます。リクエストの結果はデッドボールと判定は覆らず、巨人は小川投手相手に2アウトながら満塁の絶好のチャンスを迎え、最終的にここから同点まで持っていくことに成功。さてこの死球リクエストが物議を醸しているのです。
そもそも今シーズンのヤクルトは四球が非常に多く、12球団で一番選手に当てています。先日の中日対ヤクルト戦では、中日の石川選手に頭部四球を与え、大きな波紋を呼びましたよね。しかも今回も坂本選手の頭部付近、避けれはしましたが、場内は騒然となりました。そんな中で高津監督がリクエスト。これには坂本選手も怒りの表情を見せ、ファンからも不満が噴出。ネット上では、あれだけ当てておいてこれはひどい、さすがにやりすぎ、勝ちにこだわるのはいいがリスペクトがない、いちいち審判に確認する態度が本当にムカついた、珍しく坂本切れてるじゃん、そういうとこだよ。今年のヤクルトは四球のノルマがあるのかってくらいに四球が多すぎると、怒りや不満のコメントが多く噴出する事態となりました。これまでの四球の多さにこの対応は確かに怒りを感じるのも無理はないでしょうね。とはいえ、状況は僅差の状況でピンチの場面、しかもベンチからでは判断が難しい状況のため、審判に確認を取ること自体は別に不思議ではありません。リクエストも別におかしいとは言えないでしょう。ですが、これまでのヤクルトを見ていると、批判されるのは仕方ないと思います。これまでの印象が悪いのが今回特に騒がれている状況だったのかなと思いますね。これがヤクルトではなく広島だったら、ここまで騒がれていないと思います。なぜなら四球が少なく、特に四球で選手を壊したりしていないからです。まあ、あと監督が凄まじく温厚なのもありますが、また今回の四球リクエストについては、相手が坂本選手だったのも話題になった要因の一つでしょう。坂本選手は2022年までのプロ16年間、8572打席立って四球数が34個と極端に四球が少ない選手として知られています。この四球が少ない理由は、避け方がうまいこと、内角のボールを打つのがうまく、体に近い球が来づらいことが挙げられています。球界で一番四球を避けるのがうまいというほど俊敏性に長けている坂本選手。その坂本選手だからこそ頭部四球を避けることができたと、先日の試合を見ていたファンは評しています。ですが、それでも結果的に指に当たる事態となったこの四球、もうこれ言い換えればどうあがいても四球になるしかなかったんですよね。その中でリクエストされるのは、坂本選手にとってもファンにとっても気持ちのいいものではないでしょう。正直ヤクルトファンもこのやり方には難色を示しており、そもそも四球が多すぎて見てられないというファンも多くなっているとか、何かと四球で話題になっているヤクルト投手陣の制球が改善されない限り、まだ増えていくかもしれませんね。一方、3位に浮上した巨人は、この先主力が怪我をしないように注意しないといけませんね。そんな2チームの試合は今日も行われます。一体どんな試合になるのか注目です。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。